仕上がり具合ってのはどんな感じですか？まあ空手はずっと試合何度もしてきてるんですけど、キックボクシングのこう試合はほぼ初めてなので、仕上がりがどうかは分かんないですけど元気です。すごい元気に毎日練習してます。減量の方はうまくいってますか？うまくいきすぎて、大地さんにもっと食べてくださいって言われたので、一回減らすのやめて体力もつけつつやってます。でそれほど今は食事制限はしてない？そうですね、なんか暴飲暴食はやめようと思って、あと和食中心とか健康的な生活送ってると思います。コンディション的にはそれで維持してるって感じですか？そうですね、はい。でいよいよ後楽園デビューが近づいてきましたけど、後楽園のリングに自分がランドガード以外で立つって部分に関してはいかがですか？考えてもなかったですし、なんかこう憧れていつも選手の方々見てたので、まさかと思うんですけど、もう神聖な場をこうふざけた練習、ふざけたことをしないようにしっかりやることやって、会場を温めればなと思ってます。ちなみに当日は自分の試合が終わった後、はい、ラウンドガールもされるんですか？あ、します。それで1試合目にしてもらったんで、しっかりその後もラウンドガールやりたいと思います。1日1人2役っていうのは かなり重労働だと思いますそうですけど、なんか私にしかできないことなのかなとも思うので、しっかりやりたいと思います。集中力はどちらも切らさずに？そうですね、まずはとりあえず試合に集中して、このずっと練習してきたことを出し切って、しっかり切り替えてラウンドガールやりたいと思います。対戦相手は金子選手に決まりましたけども、金子選手に関しては映像見たりはされました？しました、はい。どんな印象ですか？すごいこう気持ちが強い選手だなっていうのがあって、もう試合は何度もこういろんな選手の見てるんですけど、技術面とかはそんなにわからないので、ここにいるトレーナーのみんなを信じて自分のやることをやろうと思ってます。今金子選手は気持ちが強いって発言ありましたけども、はい、自分の気持ちとどっちが強いと思いますか？私も弱くはないと思ってて、考えたらこう小学生の時から全国大会出てたりとか、こうお仕事で大きな舞台立たせてもらってるので、弱くないと信じて頑張ります今回の後楽園デビューに関して周囲の反応、反響というのはいかがですか？そうですね、本当に試合出んのみたいな感じから、後楽園なのみたいな、どんどんこう話が大きくなってて、自分でもこうみんなの応援が力にもなり、こうちょっとプレッシャーにもなってるんですけど、なんかすごい今はもう楽しみになってきました。もう当日
リングに上がる時のコスチュームなんかは全て決めてるんですか？あ、もう決まりました。あの、喋れる範囲内でどんな感じなんですか？あ、でも好きな色とか言ってこう可愛い感じに可愛さも残しつつ強さを試合で見せれればなと思ってます。わかりました、はい、代表から以上です。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。他ご質問のある方。ただあの、その試合に向けてはこう普段の活動と並行しながら結構大変だと思うんですけど、例えば週何回、1回何時間とかどんな感じでこう時間作って練習してきましたか？今は、行けるときは毎日、日曜日だけこう休める日って決めてて、土曜日にお仕事が入っちゃったら日曜日は練習っていう週1回休む日を決めてるんですけど、もう練習は1時間からこう2時間集中型なので、もう練習じゃない時間の方が長いので意外と両立できてると思います。試合でこう、はい、まあ、作戦は明かせないと思うんですけど、はい、自分のこんな部分が出せたら、練習になってきたこういうところが出せたらうまくいくんじゃないかと今思ってるのはどんなところですか？はい、何がハマるとか正直分かってはないんですけど、もう練習してきたことを信じて出すことと、まあ、空手でやってきた強みの部分を出せればちゃんと試合ができるんじゃないかなと思ってます。空手だとどうですか、距離感？そうですね、やっぱ身長もあるので距離感とかキックボクシングにない動きをしっかり含めつつやれたらいいのかなと思う。あとはあのこれまでラウンドガードとして接してきた格闘技と、はい、自分でやって出る立場になった格闘技ってなんか感覚違いますか？全然違いますね。やっぱ好きでこう憧れて大好きでこう客としてもラウンドガードとしても試合見てたので、その時はこう応援、すごい応援する立場だったんですけど、こう選手として出るって決めてからはもう今までこう15年間空手をやってきたそっちの気持ちにちょっと寄ってきてて、しっかり練習して今日言われたことをメモして次の練習で改善できるようにっていう、こう高校生の時日誌でやってたことをまたやってるので、なんかそういう気持ちの方が今大きいかもしれない。割とじゃあこっちの世界もこう慣れ親しんだ世界ではあるっていう。そうですね、会場自体はもうずっと格闘技を多分17、8の時から会場で見てるので、世界というか空間か、その雰囲気とかにはすごい慣れてると思うんですけど、まあ、選手としては初めてなので気合入れていこうと思ってます。あとはこうラウンドガールも当日やられるということで、はい、多分ラウンドガールっていうもの自体への偏見だったりとか、うん、あるいは芸能界から格闘技とかにチャレンジすることへの偏見とかもあると思うんですけど、うん、はい、そういう人たちに対してこう言いたいことというか伝えたいことというか見せたいことというか何かありますか？でもなんか新しいことやるときって、まあ、みんなさ受け入れがたいことがほとんどだと思うので、まあ、別にやっちゃいけないことやってるわけではないっていう自信を持って私はこうラウンドガールも格闘技も他の女優のお仕事もやってるので、なんか周りの批判というかそういう声はあんまり気になってなくて、ただこの頑張ってる姿とか私の試合を見て、あ、じゃあこれチャレンジしてみようかなとか、あ、じゃあ明日も頑張ってみようと思う人が一人でも多くいればなって思ってます。はい、ありがとうございます。あの空手は空手ですか？はい、いや、あの伝統派空手。伝統派、はい、はい、ということは伝統派 の、寸止めの組手をやらないですか？あ、寸止め、はい、組手やってます。それ大体どれくらいやられたか？小学校2年生から最後試合出たのが20歳です。なんか得意技だったの？得意技は、その時々によって違うんですけど、小学生の時はこうやっぱ飛び抜けて身長が大きかったので、あのワンツーとかが得意だったんですけど、高校生になってからはカウンターの中段突きとかが得意だったりとか、その時々です。はい、アマチュアの試合もすぐ終わっちゃったのであれなんですけど、はい、その伝統派ということでその体の耐久力というその相手の技を受けた時っていうのはちょっとどうなのかなって感じですけど、その辺はどういうふうに？私も最初とかは結構やっぱ慣れてなかったりしたんですけど、もともと17歳の時に出たアクション映画でフルコンタクト空手と新空手の方と一緒に練習をしてて、そこで当てられたりとか素足で殴られてあざだらけになってたのでちょっとは慣れてて、それでやっぱここでもトレーナー男性の方とやってるので、まあ激弱ではないと思います。ある程度慣れてる方ではあると思います。なんかヤーマン選手にボコボコにされたという経験はない？あ、いやいや、そこまではないんですけど、あのヒューマさんとかと練習させてもらってるので気合入れて頑張りたいと思います。なるほど。
TikTok で、はい、ハイキックやってるじゃないですか、はい、ってことでハイキックがものすごい期待されると思うんですが、 あれも実践で決められる自信は、まあ足は上がるし得意ではあるので使っていきたいなとは思ってます。はい、なんか今自分の中で決めてるものってあります？これでフィニッシュしよう。いやー全然そこまでも、今は毎日言われたことを修正して少しでもこういいとこ増やしていいとこ伸ばしてを考えてるのでまだないですけど、ハイキックで決められたらかっこいいなっていうのは思います。はい、あとはそもそもの話なんですけど、はい、なんで試合をやろうと思ったんですか？あのライズスタジオっていうラジオをずっと10月からやらせてもらってるんですけど、その企画会議とかしてる時に伊藤代表の方から試合出ないよって言ってもらって、えってなったんですけど、最初はアマチュアのこう試合かなと思ってたら、いや後楽園でしょみたいなことを最初はその会議というかお話の中で言ってもらってから、こうだんだん進んでいくうちにアマチュア出て後楽園じゃないみたいな感じで決まって、あもう逃げられないなと思いました。なるほど。はい、でも自分の中でやってみたいって気持ちあったの？あのアマチュアの試合にポイント制があるっていうのを知った時からは、あそれは出たいなと思いました。防具もつけてポイント制なら自分がやってた空手に近いんじゃないかなっていう興味はあったんですけど、後楽園のリングに上がりたいっていう気持ちは最初はなかったです。はい、話がトントンと進んで、はい、あの最終的に本当にデビューすることがあった、はい、それに関してはどうですか？もう決まっちゃったんでやるしかないなっていう気持ちですね。まあ嬉しさというよりはやるしかないなっていう気持ちの方が大きくて、毎日不安はあるんですけど、まあ、練習はしてるし、まあ、皆さんどんな強い方でもデビュー戦はあるので、まあ、一緒かなと思いつつ気合い入れて頑張りたいと思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。他コスメのある方。はい、ありがとうございます。2.5キロぐらい落とせばよかったんですけど、今あと1キロぐらいで、あの計量の時のコスチュームというか服も考えて2キロって考えておこうかなと思って生活してます。今の水抜きをアマチュアの時に不安になりすぎて、あの5キロ落としちゃったんです、あの全トータルで。そしたらこう初めてちょっとチカチカしちゃってフラフラしちゃったので、そうすると練習にも身が入らないので、あんまり水抜きせずに食事とこう運動で頑張って落としていこうかなと思います。5キロってすごいですね。そうですね、あの3キロと思っとけばいいやと思ったら5キロ落ちちゃってちょっとその時はフラフラだったので、それにならないように気をつけてます。運動ガールされてたんでしょうか？はい、まあ、肩の筋肉とか、ね、ちょっとずつなんか、はい、あれはなんか他に筋肉が入ってないんです？いや私腕の筋トレしてなくてしてないんですけど、多分もともとつきやすくて空手時代から結構ムキムキでパンチでやってて減量してったらどんどんムキムキが増してきちゃいました。じゃあベルトとハンドバッグだけでつけばいい？そうですね、はい。それにあの、まあ、当てないってこともありますし、まあ、ローキックがなかったりとか、はい、あと距離も違うんですけども、うん、なんかその変更してというか一番大変だったことはありますか？距離感と伝統派空手はこう、まあ、ポイントが入ったらすぐ止まるので、その攻防を最初はすごく難しかったですね。キックボクシングは止まることは KO とかダウン以外ないので、自分が攻撃して終わりっていうのがやっぱ癖づいちゃってたので、それを直すのが結構大変でした。なんかアマチュアの時も一回もらって、おっと下がるようになって、はい、なんかあれも、なんでしょう、そういうのがあったかな。そうですね、あれもパンチ食らっちゃって、はい、あのライズスタジオに来た選手にも、あれ気をつけてくださいって言っていただいたんで、そこからはだいぶ気にして練習してます。相手の方の選手に当たってて、はい、なんか、はいはい、なんか接近戦がすごいショートとか強いような感じで、うんうんうん、そちらはなんていうか、どっちかというと踏み込んで飲んでやって蹴るみたいな感じで、なんかちょっとタイプが違うんですけど、うんうん、なんかちょっとどのようにどのような感じで行きたいのか、まだそんなにこう
作戦を練って練ってというよりは自分の技を決めることと相手の技をもらわないことを意識して毎日やってるので、こうしたらいけんじゃないかまで自信を持って言えることはないんですけど、油断をしないことをいつも意識して、あのトレーナーの方とかにも選手の方にも打ち終わりにすごい攻撃してもらう練習してるので意識はしてます。はい、うん、パンチでも切りでも、まあ、切れろではいいかな。そうですね、できたらかっこいいなとは思ってます。あの最後にあのその後にラウンドだったんですけども、はい、例えばなんかもうすごいできてるな、こう顔が腫れてそれでも分かりますか。上がっていいんだったら上がりたいんですけど、私は何だろう、救急車とかで運ばれない限り上がらせてもらえるんだったら上がりたいなと思ってます。わかりました、はい、ありがとうございます。あと、まあ、はい、まあ、今回格闘家としてデビューっていう肩書きも加わって、はい、まあ、アクションの道とかもありながら、はい、こうトータルで自分のキャリアの目標ってどんな存在ですか。あ、やっぱりこのお仕事をしてる限り女優としてこう日本のアクション映画をもっと盛り上げたいとか、やっぱ日本のアクション映画って女優さん誰って言われたら多分パッと出てこない人が多いと思うので、まずそれの一人になることを目標に、あの海外とかは多分選手でやりつつも女優さんとかモデルさんって結構いるので、その日本版になれればなと思ってます。はい、はい、他ご質問のある方。ありがとうございます。ありがとうございます。では最後ファンの皆様にメッセージの方お願いします。はい、ライズフォース2023の宮原香音です。今回デビューすることが決まりました。ラウンドガールだからとかラウンドガールだもんねって言わせないようにしっかりと選手の一人として見てもらえるような試合をしたいと思ってます。ぜひ応援よろしくお願いします。